皆さんこんにちは。ビアティミエの谷奥健志郎です。寺尾健介です。5月11日から5月20日は春の全国交通安全運動期間です。今回の運動重点は1、子どもをはじめとする歩行者の安全の確保、2、横断歩行者事故等の防止と安全運転意識の向上、3、自転車のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底です。今日はその中から自転車ヘルメットの着用についてお話しします。皆さんは令和5年4月1日から全ての人に自転車に乗る際のヘルメット着用が努力義務化されたことをご存知ですか？ヘルメットを着用していない場合の致死率は着用している場合と比べて 2.2 倍も高いというデータがあります。皆さん、自転車に乗る際はヘルメットを着用しましょう。